治りました。まあ、ノイズを対象にして仮想のオートガイドをやっています。なぜかキャリブレーションしておりますね。イージーガイドボックスも見てみましょう。妻でもついていますね。HS1S の方見てみましょう。やっぱり点滅していると思います。どうでしょうか。時々このミード DSI は USB 接続他のポートとの関係でちょっとエラーが出ることがありますね。これがちょっと遠征行った時なんか心配ですね。それではこの辺で。